しょ。大移動。お、謎謎仮面だ。初めて見る。はあ、はあ、はあ、はあ。あ？え、あ、え、あ、え、あ、誰？すげえ。生謎謎仮面だ。すげえ。なんだこれ。なんだこれ。お、いろはちゃんとこ行ってんのかな。な、謎謎仮面？私の名前は謎謎仮面。吹き替えしよう。勝手に。私の名前は謎謎仮面。おお！稲妻も走ってる。キューサバは絶賛。雷雨だぞ。キューサバにいるのか。お天気やん。謎謎仮面じゃなくてお天気仮面やん。お、なんだ、マイクロ内にいるイロハ渡部。はい。寿司だか。ちょマイクラ内にいるイロハ、ワタメ。あ、ワタメも入ってる。どこにいる。お前たちに謎謎を持ってきたぞ。どこにいる。謎謎、謎謎のデリバリーサービス。謎謎だと覆面みたいのだが、いろはちゃんも足滑らして落ちてもって秘密基地にいるから姿を見せられない。そうなの？見たかったな。来てくんないのかな。カズマはアジトにいます。お前たち二人に謎謎を持ってきたの。完全スルーだ。完全スルーだ。謎謎だと。アジトに行った方がいいのかな。これに正解すると、ドドド王とござる王の称号をゲットすることができるぞ。いい、あ、欲しい、欲しい。ござる王他が持っててたまるか。いい。どういうことなんだ。情緒が。回答はチャットじゃなくても大丈夫。なぞなぞカメラ。ニワドで見てるぞ。見てるの？見てるの？なぞなぞカメ見てるの？マジで？やばい。ちょ、なぞなぞカメ見てよ。めっちゃかっこいいです、うちのアジト。まるでリスナーやん。普通にリスナーさんなんだが。風間はスケスケハウスだな。アジトだよ。見ているな。ドキドキ。え、なぞなぞ苦手なんだけど。優しい問題で頼む。風間はスケスケハウスだな。え、そうなの？今スケスケハウス作ってんの？何？興味あり。何興味あり。あれ？違うの釣れたな。では問題。反応すな。立ち上がると低くなって座ると高くなる。家の中のものってなんだ。死んじゃったって。え、いろはちゃん落ちてもうて。これコメント見たらズルになっちゃうから。立ち上がると低くなって座ると高くなる。え、座ると低くなる。天井？配信なんで、はい、あ、はい、
天井、なんだ天井、違う、イエーイ、え、渡部先輩正解してる、え、なんだ、いや、カーニングしてない、してないよ、でもシミュレーションし、シミュレーションしたよ、こうやって、あ、天井あ、そういうことで、イエーイ、チーン、イエーイ、え、次、え、まだあるの、そんなにあることある、謎の仮面、マジ終わりじゃないのなんだって、なんだって続くだと、鳥が手に入れた食べ物ってなんだ、鳥が手に入れた食べ、え、豆豆じゃないの、え、手羽先、やべえ、リス先輩来ちゃったって、困惑だよこんなの、え、あ、リスちゃんこんばんは、え、なんだろう、鳥が手に入れた、焼き鳥、ハンバーグ、唐揚げ、オムライス、目玉焼き、え、あのマックのさ、あれって鶏肉ですか、皆さん、あの謎々カフェいなくなっちゃった、待って、え、な、ナゲット、ナゲ、あ、あ、コメント欄に書いてあるんだけど、え、ちょゲットってこと、そういうこと、ね、謎謎カフェいなくなっちゃった、みんなこのタイミングで謎謎カフェが、チャーハン、ラーメン、カズーちゃん当たると思ってくさあ、正解だって、みんなすごい、みんなすごい、風間も分かったけどみんなもすごいよこんなに言ったの、え、なになに、なんだった、正解、なに、チキンナゲット、あー、なるほどな、ゲットってことか、あー、なるほどな、ちょっとダメだ、面白すぎてダメだ、ちょっと手が震えるって、ちょっとちょっとやばい、適当に言ってた、一つも当たらなかったくー、マインクラフトに突如現れるこの謎謎カフェ、謎すぎるってこれ答えさ、答えられたらさ、姿見れるとかいう、そういうのはないのかな、お、二人とも正解おめでとう、お、優しめの問題で助かる、ということは、だが、わため、お前はコメントを見て伏せ、見てないのにわためは悪くないよねが聞こえてきますね、脳内で、わためは悪くないよねって、リスナーさんとの共同作業だよ、わためは悪くないよね聞こえてくるな、見てないのに、本当に見てないのに、見てないのに、本当か、あ、本当に見てない、最初の本当に見てない、見てたらチキンナゲットも当ててるよ、本当だよ、本当だよ、顔もこっち向いてたはずだよ、無実よ、無実です、本当なのか、無実です、嘘発見器しちゃう、乙女先輩本当なのかいろはちゃんにまで歌う、無実だよ、本当だよ、本当に見てないんだよ、本当に見てません、見てたらあんなラーメンとか連呼しません、勝負ごとはちゃんとやるタイプです
頼む。それでもはためらってない。などと供述しており、嘘発見器使うか。お、なら正解ということにしてやろう。やったー、ありがとう。なぞなぞ仮面ドドドオート、あとござるよの称号プレゼントだ。おめでとう。センキュー。やったー、イエーイ、ありがとう。なぞなぞ仮面、私がドドド王です。みんな称号ゲットしたわ。今日からござる王です。またどこかで会おう。今度はお話ししましょう。いやー、会ってみたかったんだよ。なぞなぞ仮面会ってみたかったんだよ。一回も会ったことないからさ、嬉しいよ。渡辺先輩に絶対誤解されてるよ、これ。風間の家がスケスケだって。違うよ、アジトがスケスケなんだよ。スケスケしちゃなっちゃった。感動、感激。まさか疑われると思わなかったけど。伝説の人よ。初遭遇だった。嬉しい。涙出てきた。レアだ。やったぜ。得した気分。嬉しい。日頃の行いが。いつもより難易度低くなかった？え、やっぱあれかな？優しいのしてくれ、頼むって言ったからかな。優しいね。なぞなぞ仮面優しい。ふぶちゃん優しいからね。あ、やべ、ふぶちゃん関係ない。ふぶちゃんなんて言ってない。あ、明日コラボだから名前出ちゃったんかも。勘違いしちゃったかも。でも切り抜きで見た時になんか声似てんなって。おかゆんと美容者の前に現れたなぞなぞ仮面、なんか声似てんなとはちょっと思ったけど。おっと、それ以上はいけないよ。